はい、ということで今回はまったりとロビーで雑談していくんですけど、なんかね、俺さ、トイレットタワーディフェンスの実況をしてる中で結構視聴者のコメント欄を参考にしてるんですよ。で、めちゃめちゃコメント欄見てる中でちょっとなんかまあ、面白いコメントがあったので、それをね、ちょっとね、一個紹介していきます。で、これ何のコメントかっていうと、これ本当か嘘かはわからない。動画はまず本当か嘘かわからないけどいくよ。宛先、弟くん、自分があげたシニスターテレビ、かっこ ID〇〇〇に返してってコメントが届きました。はい。リリチオって、はい、何弟くん。俺さ、ってなんだよ、弟くん。いや、別に弟くん悪くない。ここ、弟くん悪くないよ。ツイッターにも届いたわって。あのね、あの、一言だけ言わして。お前はバカかって言いなの。お前バカかって。お前さ、まずさ、俺コメントやばくない？だって。自分があげた尻って、お前あげとるやんけっつって。お前な、あげとるやん。意味わからんやろ、お前。あ、あげとるのに返してないやん。あ、ほんまや。あの、見せないけど、ツイッターでも来てるんだ。弟くん、ふーんにもらった尻テレを返してほしいです。リリチオの服を着た黄色いやつ、バカか、お前。あ、アホすぎる、ちょっと。さすがにだって、あれじゃねえか、自分であげてるって言ってんだよ。だからさ、俺怖いなってなったの。いや、結構さ、動画班がさ、プライベートで、トレーディングプラザ行って、届けてくれる時あるじゃん。また、あの、ポストオフィス？ポストオフィスって機能があるの、動画班。あの、動画班とかリリチョ宛てにキャラクター送れたりするんだけど、それで渡したキャラを、それってさ、要はあげてるわけじゃん。ストリートっていうのかな、街中かなんかでさ、ギター持ってさ、弾いてる人に、なんかお金をチャリンチャリンって渡したりするじゃん。どうぞってちょっとお気持ち程度にね。それを数日後とか数週間後にやっぱり返してくんないって言われてるようなもんだよね。いや、こっちからしたらさ、あ、ありがとういただけるんですかって感じなのに、それでさ、いざさ、もらったら返すってのを理不尽だよね。いや、せこいよね、それちょっとね。それでさ、炎上させようとしてんのせこいよね。これでさ、返さなかったらさ、あれだよね。理事長動画班に物盗まれましたとかさ、どんどんなんかさ、事実とは異なるような感じで広まっていくんでしょ。いや、それはそれでかわいそうだよね。いや、なんか、卑怯だってコメントもあんの実際、動画班がそれでいろいろもらうのを、せこいみたいな。いや、だからそれは、頑張った結果やんって。動画班に入って知名度つけて、入って頑張って視聴者に気に入ってもらえたから、それであげますよっつってもらってるわけやん。だからそれをなんか踏みにじるのちょっとひどくないっていう。別に、だって、まあ、ちょうだいって言ってるかもしれん、弟くんがトレーディングプラザで。でもそれみんなそうじゃん。くださいって、欲しいからちょうだいって言ってるだけじゃん。それで、本物っつって、本物だったら反応して視聴者くれるくれないみたいな。まあ、結局それはもう知名度ってのはさ、頑張ってつけたものだから。だから、それに関しては俺問題ないのかなって気がして、そこはまあいいとして、だからその、コメントやばいなってなったマジで、対等に交換しようとすると、って、うん、何？何も出さないでって言ってくる。じゃあ、それこそシニスターとか、アップグレードタイタンとかをもらうときに、さすがに、その、フェアじゃないから、それ相応のものをあげようとすると、ダメって言うんだ。いらないですよって。何もいらないので受け取ってくださいってこと？それって。お気持ちです、みたいな。あー、なるほどね。そういう、まあ、それは別にいいわけやんね。いい子って。まあ、別になんかそれがいい悪いって。まあ、そのリスナーさんがいい悪いって言ってるわけじゃなくて、結局、そうだよね。何も出さないでっつって、対等交換した後に、ってことでしょ？その後に数日後にごめんなさい、やっぱ返して、それ、だいぶ都合良すぎでしょ？それ。それでさ、動画班が悪者扱いされてるのがすごいかわいそうで、今回動画上げてる次第であります。いや、あまりにもひどくない？動画班にもトイレタワーディフェンスを遊ぶ権利はあるぞ。あまりにも、それちょっと暴力だよ。リスナーだからって、動画班に何言ってもいいってわけじゃないからね。だいぶ都合が良すぎな気がする、ちょっと。まあ、弟は終わってるし、何言ってもええよ。別にいいんだけどね、別に。まあ、結局それで悪者扱いしてもいいんだけど、ちょっとあまりにもかわいそうだから、決して我々はそういうことしてないよっていうのを応援してるファンには伝えたいよね。僕はクロックマン2体もらえたよって。なんで？どうやってもらったのそれ。クロックマンってさ、課金キャラで相当レアだよ。弟くんですら手に入らないから、欲しい欲しいって言ってたんだよ。トレーディングプラザとポストオフィスでもらった。大丈夫それトラップじゃない？トラップ。大丈夫？本当にトラップじゃない？数日後にやっぱ返してくださいって言われないように頑張るんだよ、ゆうとくん。いい？これでゆうとくんが、ね、変な行動をして、視聴者に対して、ね、不義理な対応を取った場合、その、ファンがアンチに変わって返せ返せって言うんだよ。うん。いや、普通に売りさばける。だから、それ冗談ですよ、皆さん。冗談ですよ。冗談ですよ。ゆうとくん、売りさばくの意味が分かってないからね、普通にね。売りさばくの意味分かってないよね。ちなみに、いくらぐらいになるんだろう？
他のキャラと交換する、あ、違う違う違う、普通にユニット開いてキャラ売ろうと思ったら売れるんだよね、これ普通に売ったりできるんですけど、これどうなんだろうね実際ね。クロックマンと交換するんだったらもうそれよりやばいのってもうドリルマンとかなんじゃないの、あとハイパーアップグレードとかここら辺になってくると思うから、いいものは対等にもらえ、そう DJ テレビとかももらえるんじゃない。100円らしいですってえ、ほんとそれ、ほんとクロックマン100円？いやそんなわけないでしょ、いやそれは嘘でしょ絶対、確認しましたって。え、タイタンクロックマンって100円なの価値？え、じゃあ待って、一番安いキャラは、あの一番弱いキャラ、名前なんだっけ、スピーカーマン、スピーカーマン、え、普通のスピーカーマンいくらなの5円、あー、スピーカーマン5円でタイタンクロック100円なんだ、これ売らない方がマシじゃん。じゃあうん、5円もらえるのって、売るだけマシじゃん、もうこう売らないだけさマシじゃない、もう交換した方がマシじゃない、5円って何ができる、何もできないよ5円もらっても。スピーカーマンさーって、うん、エグズクルーシブが100円固定なんだ、なるほどね、スピーカーマンを出してみてくれって、いや出せない出せない、なんかって、うん、何これがレアらしい、え、どういうこと、あーなるほど、トレードができないからってことね、はい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 、でもみんな持ってるよね、でもみんなが所持で持ってる、初期で持ってるのがスピーカーマンだからレアじゃないんじゃないのそれって、どういう判断してるのそれ、意味がわかんないね、いやいやいやって、え、違うの弟くん、それはトレードできるスピーカーマン、トレードできるスピーカーマンがレアってこと、トレードできないのにできるんでしょ、だから2体3体持ってるってことでしょ、要はスピーカーマン複数所持ってことでしょ？ん？ちょっと待って、じゃあ根本からさ、スピーカーマンってどうやって手に入れんじゃ？弟くん。スピーカーマンの手に入れ方がわかんないんだけど、知らないって。あ、弟くんはトレードでもらったんだ。なぜか。なんでなん？それじゃあ。そんなに。ワンチャンって、うん。なにそれ、どうやってもらうんそれ。あー。なるほど。昔にガチャから出たからってことね。じゃあ今は無理なんだ。へえ、意外や意外。待って、じゃあ今度あれやらない弟くん。トイレットタワーディフェンス都市伝説。うん、じゃあ次回トイレットタワーディフェンス都市伝説撮るから、その時に弟くんのやつも紹介しようか。うん、ありだね。ちょ、次回撮りますわ。はい、ということでした、皆さん。一応注意喚起っていうことですね。別になんか、まあまあ、トレーディングプラザを使っちゃダメっていうルールは設けてないので、これからも動画班には、まあ裏で遊んでもらいたいなっていう。まあ、かつ、まあ本当に、あげてもいいよって人。にだけ上げてほしい。あと、あー、みんな忘れてた、あの ID ミス、もう一回言うよ、あのこのカバサブとか弟リリチオの名前は変えれます、いいですか、変えれます、ただここポチって押してこのアットマーク、ほらアットマークに関しては変更ができません、あの線路バックス払わないと、なのでこれが動画班のアットマークの名前です、必ずここの確認してね、カバサブはジュジュジュンジュンだからね、あのカバサブくんの本名ジュンなんだよ多分、カバサブくんの本名が多分ジュンとかだから、ジュンジとかだから、そうジュンになってるんだよ、いい、分かったね、待って、じゃあ天月のこの名前の由来何なのこれ、 JGMAMJ ってこれ何なのこれ、これ本名なのこれ、自分は同じくです、笠くん変わってないもんね、これ全然分かんない、俺カンボジア人、絶対違うよねこれね、はい、ということでした、皆さん ID ミスがないようにっていうのと、まあくれる方は欲しいですね、まあ俺とかだったらさ、普通に俺 DJ テレビマンとかさ、それこそこれ欲しいしね、これドリル、あれみんな持ってないと思うけど、日本人誰も持ってないと思うけど、俺欲しいしね、普通にね、欲しいからくれる人はいたらありがたくもらうけど、だからといってなんかネット下見みたいな、やっぱ返してとかなんか荒らすのはなしかなっていう感じから、それ別になんか望んでないよね、運営に連絡しろって感じだね、そのシステムを作ったね、はい、ということでした、まあ皆さん節度ある行動をとって、動画班も一応人間なので最低限のあのルールというか、まあ対等に接してあげてほしいなっていうのはあります、はい、終わります、お疲れ。